ある日のこと、揃えた者の願いを叶えると言われる七霊玉は、龍河という少年によって封印を解かれ、その身を七つに砕き、新たな主を求め方々へ飛び散ってしまった。私たち一団は代々封印を守護してきた昇龍寺というお寺の女の子パイロンと出会い、バラバラになった霊玉を元通りに封印するため手伝いをすることになったのだが、お宝お宝、こっそりファイトよ正面。昇龍寺の人のために霊玉を集めるってちゃんと覚えてるのかしら。まあまあそう言うなって、願いは好きに叶えていいって話だったろ。頭の中で願いもになってるわよ絶対。そもそもあなたがリーダーとしての威厳を持ってビシッとしないから、みんな好き勝手に行動しちゃうんじゃない。もっとシャキッとして明確なルールを作って、みんなでそれを守ってこそ集団生活も円滑に進めることが。あ、終わり。アルティナ、続きはまた今度な。もう話くらいちゃんと聞きなさいよね。信じられない、なんて自由な人たちだろう。七つの霊玉を集めて昇龍寺に戻すという目標は打ち立てられているはずなのだが、正直彼らだけできちんとできるか不安である。そして何より、こんな適当なの我慢できるわけないじゃない。絶対に私が責任を持って霊玉を集めてあげなくちゃ。ねえアルティナ。何？霊玉渡してくれない？いや。え、なんで？ここはシャオメイなら仲間だし別にいいわよ。はい、可愛いから仕方ないね。とか言ってくれるところじゃないの？私たちは確かに仲間だわ。けどことお宝に関しては信用なりません。ケチ。それなら勝負よ。誰がケチよ。私が預かっておくから渡しなさい。やられた？あの人かなりの実力者なのに。まだ詳しくはわからねえけど、魔女だとかアイスだとか上事のようにつぶやいてるそうだぜ。意味がわからないわ。けど私たち以外にも霊玉を集めている人がいるのは確かね。お前も気をつけろよ。じゃあな。ちょっとどこに行くつもり？え？さっきから霊玉が反応してるんだから、戦って力を示さなきゃダメじゃない。で、今？その霊玉を狙ってるやつを見つけてからじゃダメか？それはそれ、これはこれ。そういう決まりなんだから仕方ないじゃない。霊玉が反応してる。ならこの近くに。やっと見つけた最後の霊玉。これで伝説のアイスは私のものよ。アイス？あ、魔女。そっか、あなたね。リックから奪った霊玉返してちょうだい。お断りだわ。伝説のアイスを作るには霊玉が必要なんだから。ちょっと待って、
もしかして霊玉をアイスなんかに使う気？どういうつもりかは知らないけど、霊玉はもともと昇竜寺にあったものなのよ。それを自分勝手に使っていいわけないじゃない。アイスなんかにか、やっぱり誰も私のことなんて分かってくれないのね。これだから外って最悪。やるわよソルベ。ラジャーでございますです。はい、私はあなたが昇竜寺に戻ってくれればそれで。願いはいらぬというのだけど、それも筋が通らないような感じで気持ち悪いわね。そうだ、そうね、それがいいわ。バッチリじゃない。お聞きください、願いを叶える霊玉よ。私の願いは、うん、動けないにゃ。諦めろ。しばらくは1日3時間アルティナの話を聞かにゃなんねえんだ。ふざけんな。俺は何かに縛られるってのが大嫌い。そこ、死後は慎んでください。チョークじゃなくて矢が飛んでくるのかよ。笑えねえ。初めから話は単純だったのだ。彼らの自由奔放さはそれそのものが悪というわけではない。きっとまだ知らないだけなのだ。道徳というものを知らないのなら、私が責任を持って教えてあげればいい。そんな簡単なことに気づけなかった自分を彼らに対して申し訳なく思う。しかし彼らにいくら解こうとしても今まで同様逃げられてしまうだろう。そこで私は霊玉に願ったのだ。彼らがしばらく私の話をちゃんと聞くようにと。で、しばらくってどのくらいなんだ？あいつが満足するまでじゃね。俺がジジイになる前に終わりゃいいけどな。やめて、シャレになってない。注目、皆さんにはこれより様々なことを学んでいただきます。長く苦しい戦いになるでしょう。ですが必ず一人前の大人にしてみせます。たとえ一生かかってでも。それでは授業を開始します。